鈴木大説は、日本の仏教学者、文学博士である。禅についての著作を英語で表し、日本の禅文化を海外に広く知らしめた。著書約100冊のうち23冊が、英文で書かれている。梅原武史曰く、近代日本最大の仏教学者。1949年に、文化勲章、日本学士院会員。名の、大説は、小事号である。 同郷の西田喜太郎、藤岡作太郎とは、石川県立専門学校以来の友人であり、鈴木、西田、藤岡の三人は、加賀の三太郎と称された。また、金沢時代の旧友である、あたけ産業のあたかや吉は、お前は、学問をやれ、俺は金儲けをして、お前を食わしてやると約束し、大雪を経済的に支援した。生前、年に、 ノーベル平和賞の候補に上がっていたものの、受賞を一している。鈴木大説、ベアトリス夫妻の墓金沢市の大山墓地石川県、金沢市本名町に、旧金沢藩範囲の4、男として生まれる。第4高等中学校を退学後、英語教師をしていたものの、再び学問を志して、東京に出た。東京専門学校を経て、帝国大学専科に学び、 在学中に、鎌倉縁学寺の今北高専、尺宗園に参禅した。この時期、尺宗園の元をしばしば訪れて禅について、研究していた、新地学徒のベアトリス・レインと出会う。ベアトリスの影響もあり、後年、自身も、 インドの県内にある新知学協会の支部にて、新知学徒となる。また、釈宗園より、大説の古事語を受ける。大説とは、大田組はツタなナるナに似たりから取ったもので、老子道徳教と、壁元録が天居であるという。1897年に、釈宗園の線を受け、米国に渡り、東洋学者、ポール・ケイラスが経営する出版社オープンコート社で、 東洋学関係の書籍の出版にあたるとともに、英訳、大乗寄信論や大乗仏教概論など、禅についての著作を英語で表し、禅文化並びに仏教文化を海外に広く知らしめた。夫人ベアトリス・レイン・スズキ1909年に帰国し、遠学時の聖殿案に住み、学習院に赴任。 英語を教えたが、修正交流した教え子に、ルームネヨシや松方サブロー等がいる。1911年にベアトリスと結婚。1921年に、大谷大学教授に就任して、京都に転居した。同年、同大学内に、東方仏教徒協会を設立し、英文雑誌、イースタングディストを創刊した1939年、夫人ベアトリス・レイン死去。 大雪に先立つこと27年であった。晩年は、鎌倉に在住、北鎌倉の統計自住職井上全城とともに、1941年に、自ら創設した松川丘文庫で、研究生活を行った。1949年には、ハワイ大学で開催された第二回東西哲学社会議に、参加し、中華民国の古敵と全研究法に関して、 討論を行う。同年に日本学士院会員となり文化勲章を受賞した。1950年より1958年にかけアメリカ各地で仏教思想の講義を行った。1952年から1957年まではコロンビア大学に客員教授として滞在し仏教特に禅の思想の授業を行いニューヨークを拠点に米国上流社会に 全思想を広める立役者となった。ハーエ大学、エール大学、ハーバード大学、プリンストン大学などでも講義を行った。鈴木はカール・グスタフ・ユングとも親交があり、ユングらが主催したスイスでのエラノス会議に出席した。またエマヌエル・スウェーデン・ボリなどヨーロッパの神秘思想の日本への紹介も行った。ハイデッカーとも個人的に交流があった。1959年に至るまで、 欧米各国の大学で仏教思想や日本文化についても講義を行った。1960年に大谷大学を退任し名誉教授となる。90代に入っても研究生活を続けた。1966年に公約性入れスのため東京築地の聖路科病院で死去、没年95。没後は鈴木学術財団が設立された。母書は 金沢市の大山墓地の鈴木家墓所と、北、鎌倉東慶寺、なお同じ境内に、岩波書店書代店主、岩波修行や、西田喜太郎、和辻哲郎、安倍吉成らの墓がある。毎年明日である7月12日には、大雪期法要が行われる。東京ブギウギの作詞者、鈴木亜蘭は、大雪とベアトリスの実施とも養子とも言われる。その妻が、 ジャズ歌手の池マリコで、その間に生まれたのがセラピストの池マヤである。大説は仏教の革新に冷静の自覚を見出した。大説の生涯の施策の大部分はその冷静の自覚に向けられていたと言ってもよく、これが普遍性や世界性を持つと確信したので仏教思想を欧米へも紹介したのである。大説が見出した仏教の冷静的自覚というのは、 即非の論理の大徳である。彼の著作群は膨大な量に上るが、その多くが、霊性の自覚や、即非の論理をめぐるものとして捉えることができる。例えば、全論文集1から3は、全における霊性的自覚つまり悟りの具体症と、心理的過程を捉えている。全思想史研究第一番系前は、番系の不正前を霊性的自覚として捉え直した、ものである。 日本的霊性は、日本における霊性の自覚の歴史を解明した書である。臨在の基本思想は、臨在が唱えた一無一信心のうちに霊性の自覚を見出したものである。浄土系思想論は、浄土思想を霊性の自覚の立場から扱ったものである。詳細は、鈴木大説官の略歴を参照。ありがとうございます。